トレーナーにガチ恋してる馬娘ランキング、まさかのあの馬娘が1位、に対するみんなの反応。第5位カレンちゃん、3.6%。第4位マヤのトップガン、4.8%。第3位エイシンフラッシュ、6%。第2位ナイスネイチャ、9.6%。第1位メジロアルダン、43.4%。アルダン強いな。一人だけギャルゲやってると言われていたネイチャが陥落したのか。ネイチャ3位じゃないのか分かってないな。ネオユニは、ガチ恋超えて愛だから、妥当すぎて言うことがない。やっぱりアルダンはそうじゃん、俺がずっと言ってた通りじゃねえか。マヤはともかく他3人はトレラブ言い逃れできねえよ。俺もこういうの書いて金もらいたい。嘘だいなりがいないなんて。こらじゃないのかよー。僕はセイウンスカイとか推しですね。まさかまさかの2着じゃん？ネイチャは特に文句ないのか。むしろ3着陥落してもよかった。今だったらローレルとかも入りそう。トレーナーがガチ恋してるランキングならまだわかるが。なんならこのランキング殿下とか入ってもおかしくないよな。うちの担当はそういうの気にしなくていいから問題ないな。って思ってるトレーナー何人かいるだろ。この子はもう俺がいなくても大丈夫だな。ネオユニは禁止カードやぞ。ネオユニはトレーナーというよりイタリアかぶれの関西人にだから、ちゃう気がする。ネオユニのストーリー見てその解釈もどうかと思うが、育成ストーリーのトレーナーは彼の天性体みたいなものやからトレーナーで合ってるだろ。てかレースに来れない下りとかで自らの意志や頑張りでその運命を超えた部分を無視されすぎなんよ。あの二人は完全にゴールインしてウィニングランしてるしな。文字通り次元が違うというか。他にもいるような気がするけど、ガチ恋ではなく覚悟とか愛だから違うのか。ルビーは恋愛なんてしていられないだろうしここに名前が上がることはないだろうな。私の気持ちは私たちが知っていればいいのでランキングされてなくても問題ないと思う私。お互いちゃんと喋って伝えろ定期。アルダンはガチ恋どころのレベルじゃない。ガラスの足に悩んでた自分を救い上げてくれた存在だからね。しかしアルダンの感情は恋というより依存とか崇拝といった方がしっくりくる。エアプオツ、エンディングとすれしか読んでないやろ。ガチでネットで見聞きした情報だけでコメントしてそう。耐震トレーナーとファルコントレーナーは他人ごとの顔で記事を読んでいます。このクソボケコンビ。タイトレはタイキックされろ、ファルトレはクワガタに挟まれてどうぞ。ネオユニがガチ恋してるのはトレーナーじゃなくてまだイタリア系関西人じゃなかった頃の純イタリア人だし。その解釈だとあのストーリーにはならんだろ。機種要素が入ってるのも含めてトレーナーなんだよな。他の子もノータンあるけど想像の余地を残してるあたりうまいよなぁと思う。ガチ恋ってこういう時に使う言葉だっけ？昔の俺の嫁的な感覚だと思ってたんだが。今回語られてるのは馬娘側がトレーナーに寄せている心の話なので俺の嫁とは全然話が違う。文脈からして、ここで言うガチ恋はガチで恋してるの訳語以上の何者でもないのでは？ツンデレという言葉の意味が元とは別物に変化したのを思い出した。壁ドンは犠牲になったのだ。調べてみたらアイドルや虹元のキャラに恋をすることで俺の嫁と似た言葉らしいね。アルダン持ってないからわからんがそういうキャラだったのか、意外だ。アルダンはすごいぞ、育成ストーリーはエンディングに向かうにつれてお互いがガチになっていく。キャラスト6話7話のアルダンのモノローグが素晴らしすぎる。アルダン側の感情の変化が丁寧なんだよね。ネオユニは宇宙を超えた愛の物語だからちょっと別枠になるかな。マヤノは恋愛イコール大人って思ってそうなんだよね。恋愛することが大人に近づくってことだと思ってる気がする。まあまだ恋に恋するっていう段階だよね。分かっちゃったになる日もそう遠くはなさそうだけど。ミラコが一番なんだが、教会の鐘の代わりに勘が鳴らされそう。勘なら車についてるだろ。ミラコの距離感、本当にありそうな感じで好き。この5人のトレーナーが同一人物な世界線のハーレムラブコメ展開ください。正直フラトレとアルダントレは互換性あると思う。5等分のトレーナー。
あのタイトルはずっと推理小説だと思ってた俺。知識なしで猟奇的なタイトルだなぁとは俺も思った。フラッシュはトレーナー側のアプローチがすごくて受動側に見えるので個人的にはこのランキングには入らないかなぁ。言うほど受動的な馬娘が自分のトレーナーをドイツに連れ帰るか？トレーナーがガチ恋してるランキングならフラッシュはトップだろうな。けどそっちの方もアルトレが取りそう。千代の馬、そうなりますよね。丸尾根はトレンディだからな。俺、アキュートおばあちゃんを押す、老後まで当たり前みたいに隣にいそう。カレンちゃんはちょっと違う気がするんだよな。アルダンシナリを超えようと思ったら、もうはっきりと婚約シーン挟むくらいしないとな。アルダンはもはや殿堂入りで解説側に回っていいくらいさね。殿堂入りにしないとランキング成立しないよ。先生、相思相愛は恋とは違うと思います。は？なんやこのランキング、こちとら一心同体やぞ。ネオユニってそんなにトレーナー愛やばいの？ウルトラマンが告白しにやってきたレベル。愛してるとか言い出すし、抱えてる思いは次元が違うくらい壮大。ターボやウィンディは恋ってよりもトレーナーにめっちゃ懐いてるって感じだよな。川上はあの事件で、ボコボコになった心を支えてくれたトレーナーが私の王子様になったから恋はしているのかな？川上プリンセスというキャラの根幹を知るためにも温泉見てみるといいぞ。本命太いは別にいるんだけどこの子たちに押し切られて結婚しちゃうんだろうなって思う。ここで雪の美人の名前が出てない時点で、このランキングはハリボテだなって感じる。雪のは育成ストーリーの本筋はがっつりスポコンでそっちの面はあんま目立たんからな。よく見ると思ったよりだいぶ好かれてるな。ってなる。星さんで未所持って人も多いから仕方なし。ホームでデートと明言する税なんだけどねー。カレンちゃんとマヤはガチ恋って言い方は違和感あるなぁ。カレンちゃんは恋の段階は通り越してるように思うしマヤはガチではないと思う。史実だと姉ちゃとババさんはガチ恋と言っていいと思う。トレセン内で手綱なしでババさんの後についておとなしく歩いてるのが名物になってたんだっけ。鈴鹿も救務員さんと離れるのが嫌でゲートくぐったんだっけ？救務員さんが突然いなくなって寂しくなって探そうとしてゲート潜った。ローレルとマベさんはどうなんだ？あれも相当なもんだと思うんだが。かなりトレーナーラブだよね。でもローレルの場合はなんかラブストーリーというかトレーナー側がローレルに攻略されてる気がする。まあマヤノは少なくとも今の段階ではガチ恋というのは違和感はある。でもマヤノの性質的にも作中描写的にも思春期の勘違いで終わるものでもないと思う。最終的にガチ恋を一気に飛び越えて家族やーってなったタマちゃん。だからこそこんなランキングには乗らない。トレセン学園ではトレーナーが作ったものじゃないとろくに食べられないという何気にヤバいとこまで行ってるしね。見てみー、ダーリン、どいつもこいつも色ボケばっかやで。娘側だけの話ならカレンはもっと上位だと思う。どっちかというとトレとセットでお前らはよ結婚しろランキングって印象。はぁなの。トレーナーをいけない目で見ている馬娘筆頭来たな。マヤチンは最初は恋に恋してるけど分かっちゃったら最短ルートで詰めてくるんだ。姉ちゃんもたまにいや付き合うまでは、みたいな解釈も見るしな、アルダンは余地がない。まあ愛の形もいろいろなのさ。持ってない、持ってる、持ってない、持ってる、持ってない。作地家の使い道決まったな。こういうランキングは結局所持率とは切っても切れない関係というのはあるよね。知らなければ投票できない。実際所持率や人気なんてものも関わってくるだろうしね。地形一枚をアルダンに使うって人多かったしその影響もありそう。恋という目線で考えるならアルダンは確かに火力高すぎるのでこのランキングにはやや不適かもしれないな。果たしてラモーヌさんはどうなるのか。アルダンの姉だぞ、覚悟せよ。おかしいですわ、私はいたって健全ですわ。女トレーナーだとしても同じ反応するからな。この中にローレルが入りそうな勢いなんだけどブライアンのことが目立ちすぎてあまり話題には上がらないか。アルダンが1位なのはいいにしてもここまで偏るかな。自分が納得いかなかったらってイチャモンつけるなよ。
シナリオの時もアルダンがぶち抜いてたし、まあ察せ。まあ公式が行ったもんでもないし、外のメディアが出したものはどこまで行っても参考記録よ。声を飛び越えて完全に愛になってると思ってたから意外かな？線引きは人それぞれなんだろうが。アルダンは正月の幸せになりますようにの選択肢の反応がすごい好き。はよ結婚しろ。シニア正月ばかり言われるけどクラシック正月のおせちのやりとりもめちゃくちゃいいぞ。ドロワ衣装のラモーヌと同じ髪型のやりとりも好き。トレセン学園は婚活会場やない、そう思っとった時期がうちにもありました。川上入ってないとか役かよ。まーちゃんを忘れるな。ちょっと待って、CB が入ってないやん。CB が見たかったから開いたの。ロブロイちゃんのガチ恋っぷりが語られないのはおかしい。契約前から JC ガチボレ全開で背徳感パない。こっからシュバルちゃんが怒涛の追い込みを見せるから見とけよ見とけよ。恋愛話には全く縁のないゴルシとゴルシとれ。あれはゴルシ界隈特有の恋愛だからとジェスタウェイが言ってた。やってないキャラもいるからなんだけどアルダンとアルトレは一対って言葉が一番似合う二人と思うからまあ納得。まあアルダンはあの後結婚までいかない方がおかしいまである。その手の声の大きさの割にランクインしてない里芋。セガに侵食されたので、一部の声がでかいだけだし。アルダンって、言うほどトレーナーが聞こえか？ただ、トレーナーとお互いに最高のパートナーとして最大限に尊重し合っているだけじゃん。もうおしどり夫婦じゃん。アルトレはアルダンに脳を焼かれ、アルダンはアルトレに脳を焼かれ、プレイヤーはそんな二人に脳を焼かれたという。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。